絶対相手にストレスだと思います。少しって女性の美学みたいに言われてるけど、優しい人ならなおさら彼女のためにも頑張らないと。二人分のプレッシャーで生きなくちゃいけない。ケニーは自由に伸び伸び生きてほしいです。君は彼がすごいことをやる人間だと本気で思ってる。はい、解散ですけど。